ハーベイ・ポスルスウェイトは、イギリス・ロンドン出身のレーシングカーデザイナー。他にポストレスウェイト、ポスレスウェイト、ポスルズウェイトとも表記されたこともある。1980年代から1990年代にかけて、フェラーリやティレルなどの F1 チームで活躍した。中止されたホンダ海一プロジェクトのテストを行っていた、スペインにおいて、心筋拘束の試め指した、バーミンム大学で、 機械工学を学ぶ。1966年に卒業し、その後3年間の研究生活を経て博士号を取得した。1968年、インペリアル・ケミカル・インダストリーズに研究者として入社したが、モータースポーツの熱狂的ファンであったため、レーシングカーのエンジニアとしてのキャリアを求めるようになった。九百七十年、新興コンストラクターであるマーチのエンジニア、 募集広告を見て26歳でチームに加入した。会2および F3 マシンの開発に携わっていたが、やがてマーチの顧客の一つであるヘスケス会1チームに引き抜かれた。1973年にヘスケスに加入すると、マーチ731の改造、改良を行うことで、ヘスケスを真剣な競争が可能なレベルへと引き上げた。 1974年には自身初の F1 マシンとなる308を開発。何度も表彰台に上る活躍を見せ、シャーシデザイナーとしての評価を確立する。翌年にはファーストドライバーであるジェームス・ハントがオランダ GP で優勝を記録するに至った。1976年にはラバーコーンサスペンションに改良した 308C を投入したが、ヘスケスは 会一参戦を継続することが困難になっており、チームは売却された。ポスルスウェイトは、自身の設計した 308C と共に、新たに設立されたウルフ・ウィリアムズに移籍した。このチームは、ウォルター・ウルフとフランク・ウィリアムズの共同運営であったが、成績が芳しくなく両者はすぐたもとを分かった。ポスルスウェイトは、ウルフ側に残留し、百七十七年に向けて、 ニューマシンの WR1 を設計した。WR1 は1977年の開幕戦でジョディ・シェクターのドライブにより優勝という最高の結果をもたらした。同年中にはさらに2度の優勝と多くの表彰台を勝ち取り、シェクターはドライバーズランキングで2位という結果を残した。1978年にはロータスを追ってウィングカーの WR5 を開発したが、 チームの成績は加工し始める。1979年限りで、ウルフチームが消滅すると、ドライバーのケケロズベルグや他のスタッフと共に、フィッティパルディに合流した。1981年までこのチームに止まったが、1977年のような成功を再び得ることはなかった。1981年に、名門フェラーリに加入し、家族と共にイタリアに移住した。 フェラーリの開発部門は、当領、マウロ・フォルギエリのもと、長年イタリア純血主義を貫いてきたが、当時は、最強のエンジンに、最悪のシャシーと評価されていた。ポスルスウェイトはこの問題を改善する助っ人として、エンツオ・フェラーリに、個人的に選ばれた。1982年は強固なアルミモノコックを持つ 126C2 を開発。ジルビルヌーブのゾルダーでの事故死と、 リディエピローニのレーサー生命を断つホッケンハイムリンクの事故などの不運に遭いながらも3年振りとなるコンストラクターズタイトルを獲得した。1983年の第9戦イギリス GP に実戦デビューとなった 126C3 には当時の先端技術であるカーボンコンポジット構造のシャシーを導入。パトリック・タンベートル・ネアルヌイのドライブにより2年連続で コンストラクターズチャンピオンを獲得した。1984年は、発展型の 126C4 が誕生したが、フラットボトム規制下での空力性能の研究に、立ち遅れ、ホンダエンジンの台頭もあり、苦戦が増え始める。1985年ドイツ GP にて、ミケーレ・アルボレートが156、85を優勝に、導いてからは、百八十七年日本 GP で、 ゲルハルト・ベルガーが F187 を買って勝利するまで2年以上の間見勝利という低迷期が続いた。1986年中にフェラーリは新たなデザイナーとしてマクラーレン MP4 シリーズで成功を収めたジョン・バーナードと契約した。同じイギリス人デザイナーに地位を奪われる形でポスルスウェイトは1987年限りでフェラーリを離れ、 ティレルへと移籍した。ポスルスウェイトが在籍した4年間、ティレルは中堅チームながらも、時折上位を脅かす活躍を見せた。1989年には前輪に、モノショックサスペンションを持つ018を開発。1990年の開幕戦アメリカ GP では、ジャン・アレジの乗る018が、アイルトン・セナのカル・マクラーレン MP4、5バイトと、優勝争いを繰り広げた。 続く HQ では、空力設計者のジャンクロード未浄と共にハイノーズとアンヘドラルーイングを導入し、以後の F1 マシンのエアロダイナミクスの主流を生み出した。彼は、この時期にマイクガスコインを起用して、自らのアシスタントに据えた。また、ティレルでのアレジの構想の陰には、チームメイトの中島サトルのセッティング能力が大きく、寄与していると指摘し、中島の貢献度を評価していた。 1991年、ポスルスウェイトは1993年からの F1 参戦を計画していたザウバーとテクニカル、ディレクターとして契約した。ガスコインを公認として、自身はスイスに転居し、ザウバーの最初のマシンとなる C12 を設計した。彼は、会1参戦を待たずザウバーを離れたが、会1デビューシーズンとなる1993年に C12 は、 目覚ましい成果を示した。1992年後半からフェラーリに復帰したポスルスエイトは打作と評されたダブルデッキの F92A を改良し、翌93年にはアクティブサスペンションを搭載する K93A を製作。フェラーリを徐々に表彰台圏内へと戻す実績を残した。ポスルスエイトは K93A のデザインを終えるとティレルに舞い戻り、 再び未定、ガスコインだと組むこととなった。1994年には、ヤマハエンジンを搭載するレイニーニが改装し、ポスルスウェイトは中島に続くチーム二人目の日本人ドライバーとなった片山右京の良きアドバイザーになった。その後のシーズンは、チームの財政難で苦戦が続いたが、レイニーさんのハイドロリンクサスペンションやレイニーの X ウィングなどで技術的独創性を見捨てた。 1998年のシーズン前にティレルは B、AR に売却され、開発もレーナードが担当することに決まったため、ポスルスウェイトはこの年限りでチームを離れた。ホンダで設計した、強化用、マシン RA099 ティレルは小さく、資金に乏しいチームではあったが、彼は、海一の世界で広く尊敬を集めており、すぐに、ホンダ海一プロジェクトのテクニカルディレクターに招かれた。 当時、ホンダは、シャーシも含めた、フルコンストラクターとして、会一に復帰することを計画しており、ポスルスウェイトが、評価用のマシン RA099 を設計し、ダラーラに製作を委託した。1999年には、ヨスフェルスタッペンが RA099 のテストドライブを担当し、好タイムを記録したものの、ホンダ側では、人事変更などにより参戦計画が、 流動的な状況となった。同年4月、スペインのサーキットでテストを行っている最中、ポスルスウェイトは、心筋梗塞で倒れ、そのまま不器の人となった。ガスコインの談話によると、休止後に関係者が、所持品を調べたところ、システム手帳に、胸の痛みを医者に見てもらう、という予定書きが残っていたという。その後、ホンダは、コンストラクターとしての参戦を取りやめ、 エンジンサプライヤーとして第3機会一活動を行うことを決定した。1999年のルマン24時間レースで総合2位に入ったトヨタ GT1TS020 は公式にはアンドレ・デ・コルタンツの設計とされているが設計段階ではポスルスウェイトもデザインに参加していたとも言われる。t s 零二零や TL019 のような革新的なマシンも設計していながら サウバー C12 やフェラーリ海 93A のようなコンサバティブなマシンの設計も行っていたポストルスウェイトは博士の称号にふさわしいデザイナーとして賞賛された。ありがとうございます。